バイエルン人、バイエルン人、バイエルン人は、南ドイツのバイエルン地方と、オーストリア、オーストリア人の大部分のほか、中央から南欧に居住する民族。ババリア人、ババリア人、バユワル,ル人、バユバール人、バユバール人とも呼ばれる。バイエルン人は、系統が定かではない民族とされ、古代のゲルマニアにおいて、ケルト系のボイ人と、ス末ビ人の流れを組む。 マルコマンニ人のグループが融合して成立したと考えられている。彼らはローマ帝国との間で戦いと和平を繰り返したがパンノニア戦争によってマルコマンニ人が最終的な敗北を喫すると現在のハンガリー地方に定住するようになる。ローマの支配下へと収まったバイエルン人は前身であるボイジンの属するケルト所属や敗れたマルコマンニ人がそうであったように 少しずつラテン人化されていった。ローマ帝国の支配下に置かれていた時代のバイエルン人、後にその名を冠することになるバイエルン地方ともまだ無縁であった。しかし徐々に南ドイツ一帯に影響力を行使するようになり、中世から近世にかけてはオーストリア帝国や新聖ローマ帝国の主導的な勢力として近現代はバイエルン地方の主要民族として歴史上 重要な勢力となった。バイエルン地方は古代においては他の南ドイツ地域と共にローマ帝国の占領下にあった。そもそもこの地域はゲルマン系勢力の影響下にはなく、バイエルンもケルト系の乗り組む王国により治られていたが、紀元前16年にイリュリクム総督プブリウスシリウスにより滅ぼされ属州乗り組むとして併合された。 地理的に本土から近かった乗り組むには多くのイタリアの住民が入植しラテ化が進められていった。数百年の長きにわたってローマの統治を受けた乗り組むであったが帝国の東西分裂や西ローマの崩壊などで混乱の時代を迎える。東方からフン族やバールなどの遊牧民族がヨーロッパに侵入した影響による動乱期の乗り組むに スカンジナビア半島やユトラント半島から南下したゲルマン人によるゲルマン人の大移動に乗りて肥沃な大地を目指して精神を開始したバイエルン人が入り込んだのである。もとよりラテン系やケルト系と深いつながりを持つバイエルン人は無理なく乗り組むへの定住に成功し、その地は彼らの名を取ってバイエルンと呼ばれるようになった。ゲルマン系のランゴバルド人やゴート人などの民族や ス末尾県所属や東方からのトュルクケーブルガール人ら、異民族がイタリアガリアに積極的な領土欲を見せる中、バイエルン人は得た土地を守ることに不信した。ローマ崩壊後の混乱が一段落し、欧州の覇権を他民族の連合体であるフランク人が握ると、彼らが打ち立てたフランク王国は、その支配を確立すべく各地へ軍を送った。バイエルンも例外ではなく、 バイエルン人の豪族たちは似たような立場にあった、サクソン人らと共に、フランク王国軍に、頑強な抵抗を見せたが、カロリング朝の代になって、遂に屈服した。とはいえ、地方文献を軸とした、フランク王国の統治において、バイエルン人は一定の独立を認められ、その王は、バイエルン大公に封ぜられた。だが、独立心旺盛な、バイエルン人はこれに納得せず、イタリアの領有を、 フランク人と争っていた、ロンゴバルド人と同盟を結ぶなど、反フランク的な姿勢を崩さなかったので、カール大帝によって、時の太公タ多ロ三世が追放され、バイエルン太公家が滅ぼされるという、厳しい弾圧が行われた。その後、バイエルン地方は新たに別のフランク貴族に報道として与えられ、バイエルン人の特権的地位は剥奪されたかに見えた。しかし、 他民族共生を基調とするフランク王国は中央集権化の一方で部族法典を制定し各支配民族の自治権を改めて認めた。これにより政治的独立を保障されたバイエルン人は次第に王国内での発見を増す方向へと思考を変えそうした流れから東方への植民活動を活発化させオストマルクへと領域を広げた。 このオストマルクこそが後のオーストリア地方であり、バイエルン人が南ドイツで支配的な民族となる重要な契機となった。フランク王国が崩壊すると公営国家の一つとしてゲルマニア地方を継承した東フランク王国はレーゲンスブルクを首都に据えたので、バイエルン地方は王国の中心地として大いに栄えた。しかし東フランク王国のそのものは フランク人貴族が主導しており、またそれゆえに、フランク王国の再建に固執し、外政を繰り返したため、地方の統制が緩んでむしろ、バイエルン人の政治的独立が進んだ。フランク人の王家が断絶するとほどなく、他民族の共同体であった、フランク人の結束は、崩れ、周辺民族に吸収されて消滅する。フランクなき後の王国は、 かつての支配民族の抗議によって運営され、フランケン人の大公コンラートが王に選ばれ、ついでサクソン人の大公が王とされた。これに不満を持った、バイエルン人は自分たちの君主である大公、アルノルフを候補に立てるが、あえなく失敗に終わってしまう。これ以降、神聖ローマ帝国となお改めた王国の中で常に、バイエルンは礼遇される立場に追い込まれ、不遇の日々を送ることになる。 新生ローマは、ザクセン王朝の下で、中央集権が図られたが、今度もまた、ローマを再建戦として行われたイタリア政策の、失敗で威信を失い、頓挫した。大空位時代を経て選定校による、選挙王政が確立されると、次第に、オーストリアの領主であったハプスブルク家が力を持ち始め、近世にはほとんど定位を世襲する様になった。これによって、ドイツの経済的、 政治的中心が中南部地方に集まり、バイエルン人に自分たちこそがドイツ人の代表を名乗るにふさわしい存在だという自尊心を与えた。それは裏を返せば、ゲルマン系である古代ザクセン人の系譜を強く引き継ぎ、ハンザ同盟を通じての北欧やイギリスとの文化的交流などによって、中南部ドイツとは異なる文化や言語、 定作戦を有していた北ドイツ諸行との対立も意味していた。この構図は、後のドイツ統一から今日に至るまで、ドイツ地方の民族問題に深く根ざしている。南北ドイツの対立は、宗教改革の時代に入ると、イタリア地方に近い南ドイツがカトリックを堅持したのに対し、北ドイツはルターを保護して、プロテスタントに帰依したことで一層に高まった、ドイツ民戦争以前は、 南ドイツもルター派の影響を受けていたが、農民戦争以後はルターへの失望と反感からカトリックが主流となった。以前からの権力闘争と文化的対立、そして各地の民族紛争が結びついた結果が三十年、戦争であり、この大戦争でドイツ地方は廃墟と化し、人口は激減し、曲がりなりにも国家連合として機能していた帝国は、 事実上解体された。ベスト・ファーレン条約において、帝国の諸勢力は独立国同様の権限が与えられたため、ドイツは無数の小国に分けられたと言って過言ではない。そして、その中に、バイエルン公国やオーストリア大公国など、バイエルン民族が占める国家、後に、ドイツ統一を争うことになる北方のプロイセ公国が存在していた。 ナポレオン戦争で完全に神聖ローマ帝国が滅ぼされた後、いくつかの戦いを経て、ドイツ諸国はバルトドイツ人やスラブ人からなる、プロイセン王国とバイエルン人のオーストリア帝国という二大国、集約されつつあった。ナポレオン戦争で破壊された欧州の秩序を戦争前へ戻そうとする諸国の思惑、ウィーン体制は国家連合としての神聖ローマ帝国を模した。 ドイツ同盟の結成という結果を生だ。だが同盟の中でもドイツ民族というドイツを統合する民族概念を掲げて単一国家による地域統一を望むプロイセン帝国と両方国家という枠組みと地方文化を重んじるオーストリアの隔たりはきく、両者の対立は耐えなかった。オーストリアはウィーン体制五次を望む周辺国の支援や同盟の主要加盟国、 バイエルン王国、ザクセン王国、ビュルテンベルク王国、ヘッセン選帝王国の支援を受けて、プロイセンの野心を封込めようとしたが、1848年革命への勃発やロシアとの対立、イタリア統一戦争での軍事的敗北によって、その勢いはそがれていった。そして広島戦争で反ドイツ同盟側に立ってきた、ドイツの小国を率いるプロイセンに、 オーストリア・バイエルン・ザクセン・ビュルテンベルク・ヘッセンの後、大国は惨敗を喫した。ドイツ同盟は解散され、北ドイツ諸国はプロイセンに征服されるか隷属かに置かれた北ドイツ連邦。それでも、バイエルンとオーストリアは共に独立国家としての名脈を保っていたが、不屈戦争での勝利で、ドイツ民族主義が高揚すると、最終的に、 オーストリア以外の南ドイツ諸国も来たドイツ連邦へ合わし、小ドイツ主義に基づいたドイツ統一が果たされた。残されたオーストリアは多民族国家として進むことを決意し、オーストリアイコールハンガリー二重帝国として新たな出発をした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。